皆さん、こんにちは。お暑い中、お参りいただきまして、ありがとうございます。はじめに、参詣門をご一緒にご唱和いただきたいと思います。前の方に書いておりますので、障子のところをご一緒にお願いいたします。はい、じゃあ皆さん、合唱していただいて。人参受けがたし、今すでに浮く。仏法聞きがたし、今すでに聞く。この身根性においてとせずんば。さらにいずれの性においてか、この身をどせん。大衆もろともに、死心に、参謀に、帰し、立てまつるべし。自ら仏に帰し立てまつる。まさに願わくは、修行とともに、大道を退治して、無常理を起こさん。自ら法に帰し立てまつる。まさに願わくは、修行とともに、深く共造に入りて、知恵海のごとくならん。自ら僧に帰し立てまつる。まさに願わくは、修行とともに、大衆を通りして一切無下ならん。無常人人未明の方は百千万号にも相合うことかたし、我今検問し受持することを得たり、願わくは如来の真実義を下し立てまつらん。ナマ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 ナ。はい、どうもご一緒にご唱和いただきましてありがとうございます。私は、お隣の碧南市の、棚尾本町というところにあります安泉寺というお寺の住職をしております、安藤智彦と申します。よろしくお願いします。1年に一度、法然様のご法話にお招きをいただきまして、お話をさせていただいております。昨年は確か法恩公さんでお話をさせていただきまして、今年はこの夏の納骨仏庫社追悼法要のご法話ということでお招きいただきました。私の話はそう小難しい話はしませんので、お楽な気持ちで、お楽な姿勢でお聞きいただければと思います。今日お話をしたいなと思っている、講題といいますか、テーマなんですけど、仏事をいただくということで、こういうテーマでちょっとお話をしてみようかなと思っております。仏事っていうのはね、いわゆる今日みたいな法要でありますとか、皆さんのお家で申しますと、お葬式とかご法事とか、それから正月命日とか、月参りとか、毎日 の朝のお勤めとか、みんなの仏事ですね。仏様のこと仏事と言いますね。その仏事をいただくということで、特に、ご法事ということを中心に、お話をさせていただこうかなというふうに思っています。私たちが法事の時にですね、使わせていただいております教本はですね、今昭和法要誌って言いまして、お経様の前に法事の趣旨文、表白文っていうのが載っているお経の本を使わせていただいてるんですけど、2種類の表白文、法事の趣旨文がサンプルで載っておりまして、で私はその、2番目の表白文の方を法事の時に体の後に拝読させていただいて、そしてお輪をチンチンって鳴らして仏説無料受教というふうにこうお経を始めていくんですけど、その、表白文の中にですね、こういう言葉があるんですね。亡き人を忍びつつ、如来の
見教えに愛立てまつる、これアウトですね。ちょっと皆さん一緒に読んでいただきますね。亡き人を忍びつつ如来の見教えに愛立てまつる。これはね、あの浄土真宗のご法事、お勤めをする、仏事をする時の一番大切な意味ですよってことが歌われているわけですね。亡き人を忍ぶっていうことはね、大事なことですね。もう今日もきっと皆さんの大切な方がこの法輪寺様の阿弥陀様のお地下に納骨堂があって、そちらの方に納骨をされているというご縁で今日ここにお参りをされていると思うんですね。亡くなった方をそれぞれ忍びながら仏様に手を合わせて一緒に正真言のお詰めをしてお念仏を申す、そういったことがこの仏事をいただくということの意味だと思うんですね。これもしね、この如来の御教えに愛立てまつるっていう部分がもし抜けてしまってですね、亡き人を忍ぶっていうことだけに終わってしまうならばですね、まあ今流行りのね、〇〇さんを忍ぶ会とか言ってですね、お葬式を、身内でしておいて、あとね、〇〇さんを忍ぶ会とかいう形で、ね、そういう会はたくさんありますけど、そうするとですね、忍ぶ会でやって、その人のことをいろいろと忍んで、皆さんでいろいろお話をする会っていうことなんですけど、もう少なくとも仏事ではなくなってしまうわけですね。で、仏事ってことはどういうことかっていうと、その亡き人、大切な方を忍びつつ、この我が身が南無阿弥陀仏の見教えに合わせていただく、この身が南無阿弥陀仏とお念仏申す身になるという、このことが大事なんです。でそれで初めて仏様のこと、仏事というふうになるわけです。そういった意味でご法事っていうのはすごく大事なことだなということを思うんですね。ちょっと待っていただいて、法輪寺さん仕様にしてありますので。最近ですね、私のところのご門徒さんで、若い方といってもそんなに若くないかもしれませんけど、よくね言われるのがですね、年季の数え方なんですけれども、まず大切な方が亡くなってですね、丸1年で一周忌法要ってあるでしょ。で、一周忌法要が終わって次の年が三回忌法要なんですね。どうして2年で三回忌なんですかよく聞かれるんですけど、皆さん方どうですか。そのことあまり疑問にならないですかね。当たり前じゃないか、一周忌の次は三回忌で決まってるじゃないかってこう皆さんおっしゃいますかね。なんかね、よく聞かれるんですよ。一周忌の後は2年でどうして3回忌なんですかっていうことと、もう3回忌の次は何回忌ですかってことがもう分からないんですね。昔はね、おじいさんおばあさんからね、年季は一周忌が済んだらすぐ次の年に3年を務めて、で4年後に七回忌を務めて、その次は13回忌で、その次は17回忌でっていうふうに、で、なんかこう生活の中でこう先輩方から聞きながらですね、仏事のことをこうね聞きながら生活をしてましたので、何も言わずにそういうもんかなというふうに分かったと思うんですけど、最近ねやはり一緒に暮らしているお家が少なくなりましたので、なかなか若い世代の方ですと初めてそういう、ね、ご縁に会いますと、年季の数え方とかなかなか分かりにくいですってことがよく話になるんです。それでちょっと皆さんに分かりやすいようにってことで、一目で分かる年会予定というのをちょっと作らせてもらったんですよ。でここに例えばですね、皆さんの大切な方の法名を書いて、でその次に俗名を書いて、十三というのは、数えのことなんですけど、数えの年ね、亡くなられた年の、数えということで、十三というのは仏様からいただいた命という意味なんですけど、私でしたら今ちょうど万の今58歳ですので、
今亡くなりますとですね、1359歳ということになるわけなんですけど、まあ、そういう形で数え年で、で命日、例えば今日亡くなったとしますと令和5年の8月の1日が命日ということになりますね。そうするとこの下の5命日年というところの上の段に西暦を書いて、下の段に和暦を書きます。例えば今日命日だとしますと、5命日年が、2023年で、下の、和暦は、令和5年ということになりますね。ですから次の欄の一周期は、2023年、そしてその下の和暦が令和6年が一周期、来年が一周期なんですね。そしてその次がですね、2024年が3回期、令和、7年が3回期ということになります。でこの回数の回という字が書いてありますから、数えということなんですね。ですから亡くなった年を1回目というふうに数えるんです。ですから5命日年が1回目、来年が2回目、で再来年が3回目ですから3回期ということになります。で分かりやすいでしょ。でこれずっとこの数字をですね、例えば今年が5命日だとしたら2023年からずっと2024、2025ずっと入れていって、まあ、割り切りはちょっと令和はいつまで続くかわからないんですけど、ずっと入れていくと、いつこの3回忌が当たって、いつ7回忌が当たって、いつ13回忌が当たって、いつ17回忌が当たったって、ずっとこうやって自分で書いていくと、50回忌までかけれるようになっています。そうすると、自覚的に年季をいつ務めるのかなということがよく分かってですね、いいんじゃないかということで、お葬式の後にですね、ちょっとお渡しさせてもらっているんですけど、まあ、今日はちょっとそういう法事の話をしようと思ってきたので、一応法輪寺様のお名前とその電話番号を使っていただけるようにということでお渡ししました。ちょっとうちに帰ってですね、これコピーしていただいてですね、何人かおうちの方もね、これ作っていただくと、どなたとどなたとおじいちゃんとばあちゃんとこう年季が近いとかね、お父さんとかその年季が近いとかよくわかりますので、使っていただけたらありがたいです。でちょっと話が戻りますけれども、その南無阿弥陀仏のこの見教えに合うっていうことが大事なことで、そのことが要なんですね。ですから、法要というでしょ。今日でしたら仏庫者、納骨仏庫者追徴法要って言うじゃないですかね。まあ、法音法もみんな法要ですね。親鸞聖人の保証付き命日の法要ですね。法要のこの要はこれ、ね、要ですよね。一番中心、大事なところですね。この扇子でもね、要があるでしょ。要があるからね、扇子の役割が果たせるんですね。要がもしね、この一点がなかったらどうなりますかね。こう扇子仰げませんよね。ふにゃふにゃになっちゃってね。この要がピシッとこうしっかりしているからこそね、こう風を送ることができる。そういうことで要一番大事ですから、法要っていうのは文字通り南無阿弥陀仏の見教えを要として生きよう、そういうふうに亡き人が私たちに詰め通ってくださる、そういうご縁だと思うんです。ですからこの仏事をいただく、ご法事を詰めるということは、まあ、そういう大切な私が南無阿弥陀仏の御教えに出会っていくということが大事なことだと思うんです。浄土真宗の御教えのね、まあ、生活習慣といいますかね、素晴らしいところって皆さんどんなところだと思います？私のところはですね、夏休みに入ってすぐ4月の21日から28日まで早起き会っていいましてね、まあ、子ども会をやってるんですけど、朝6時半から境内でラジオ体操、リアルタイムでラジオ体操をやって、でその後本堂の方に入ってみんなで一緒に昇進下のお稽古をするんですね。まあ、こちらのお寺もね、やってみるみたいなんですけど、もうずっと亡くなった母親の代からずっと続けていて、今年
45回目を迎えたんですけど、20人ぐらい子供たちが来てくれて、で子供たちと一緒にお勧めの稽古をするんですけど、でお勧めの稽古が終わると1週間お稽古をしますんで、毎日毎日同じことをやるわけにいかないので、ゲームをしたり、その次の日は紙芝居したり、ゲームをしたり紙芝居をしたり、交互にこういろいろ考えて、最後の28日は新内町の月命日なんですけど、その時に、お楽しみ会ということで、みんなで新内町のご命日のお勤めをみんなでして、でその後、朝ごはんを食べて、で毎日からこれた子には皆勤賞でご褒美をあげたりするということをやってるわけなんですけど、一緒にねお勤めをするってことが、これがすごいことだと思うんですね、浄土真宗の。だってお寺さんがお経を読んでただそれを聞いてるってことじゃなくて、一緒に声に出して「南無風化しり行こう」ってね、お勧めするんでね、昨日の行事じゃないからずっと一緒にね。そうすると子供たちはもう1週間やると大体ね、ちっちゃい子でも大体覚えちゃうんですね、きちんとできるようになって。でそれがなんとね、大人になってもねできるんですね。だからそういうことがすごいことだなと思うんですよ。共にお勤めをする、しかも精進でってさ、そんなに分かりやすい言葉じゃないでしょ。子供たちが読んですぐに分かりますってことじゃないじゃないですか。だけどちゃんとそれが言葉の響きとして残っていく、これ一生ものとして残っていく、そのすごさですよね。でこれは本当にすごいことだなと思うんです。今三経文を一緒に配読しましたけど、そこにも共にって言葉がたくさん出てきますね。共にって、この共にってことが浄土真宗のその見教えのとても大事なことだと思うんです。この西端っていうか、こう東端っていうんですけど、根先っていうかは、あばらが淵のすぐそばでね、蓮如上人が今から、ね、550年ほど前に実際に来られた地域なんですね。皆さん知ってますよね、そのこと。蓮如上人が来られたって。それで、こちらに来られた後に福井の吉崎の方に行かれて、で文明5年、西暦でいうと1473年という年に、正信家、親鸞聖人のこの正信家のお勤めと御和山、念仏和山の本をですね、木版で改版してですね、皆さんの手に渡るようにしてくださったんです。それがちょうど、550年ちょうど前にその文明開版といいまして、正信家念仏和さんのお勤めがみんなでできるように蓮如上人がしてくださった、そういう歴史の中に今の私たちがあるということなんですね。だからそれで一緒に今日も本土でお勤めしましたけど、正信家のお勤めが共にできるということが大事なことだと思うんです。名古屋の方からね、碧南の方に親戚があって、お通夜の時にお参りに行った方がありまして、でこの辺ですとお通夜で阿弥陀経が終わった後にみんなで正信家お勧めするじゃないですか。そうするとその名古屋の方の親戚の方がね、もうびっくりするそうなんですよ。もうみんなできるから、みんなこの奇妙無量寿命に始まって南無不可思議語で、みんな正信家のお勧めができるからすごいなって言ってびっくりする。で宗派が違ったりしますとね、もうお寺さんが一人でお勧めをして、もうみんながただこう聞いてくるっていうか、ね、時にこう眠ってるっていうかね、そういう形になるんですけど、みんなで声出してお勧めできるってことはすごいことだなと思いますね。ちょうどね、昨日私の一番下の弟が山梨に養子にご縁があって、山梨のお寺に養子に行って、ちょうど夏休みということで娘が一人いるんですけど、娘を連れて奥さんと3人でちょうど遊びに来てですね、それで今年、8月の終わりに
御本山に行って、私の一番下の弟が住職になる、住職修習っていう研修を受けるっていう話を昨日ちょうど夜してくれてですね、で浄土真宗 の、 住職修習っていうのはですね、やっぱりこれすごいなと思うんですけど、やっぱり共になんですよ。お寺さん、住職になる人が一人で本山に行って研修を受けて、それで住職になれないんです。一人じゃダメなんです。必ずそのお寺の御門徒の総代さん、代表の総代さんの中で帯同総代って言って、門徒さんの代表ね、で総代さんっていいでしょ、このお寺にもいらっしゃる総代さんね、総代さんの中で住職になる人と一緒に研修を受けてもらうんですよ。嫌だって言ってもらったらダメなんです。必ず言っていただいて、総代さんの代表に、お寺を代表してこの住職さん、男子と一緒に研修を受けてもらう。だからお寺さんと、門徒さんと、ね、両方相まって初めて浄土真宗のこのお寺、門戸の道場ということが言えると思うんですけど、私のところ の、 その弟が昨日ちょうど話をしてて、で今度自分が住職修習に行くのに、その2人総代さん一緒に行ってくださいっていう話をしてくれて、で私知らなかったんですけど、一人だと思ってたんですよ。そしたら一人以上っていうことで、例えばお寺によっては総代さんが3人とか5人とかあるんですけど、一人以上一緒に行っていただければいいっていうことらしいんですけど、それでまあそういう話をしていてちょっと思い出したんですけど、私が住職にならせてもらったのがちょうど2010年の5月28日ということで、ちょうど13年前になるんですけど、必ずその親鸞聖人の月命日の28日が最終日なんですよ。で2泊3日の研修会ですから、26、27、28で最終日の28日に宗務総長から親鸞聖人の増します御影堂で、住職の任命を受けるわけなんです。で、私はその13年前の5月の26、27、28で研修を受けて、住職にさせていただいたわけなんです。でうちの弟は今月の8月の26、27、28で行って、住職の任命を受けてることなんですけど、ちょうど昨日その話をしておりまして、私がその住職修習を受けるときに一緒にいていただいた総代さんの、私のところは一人なんですけど、一人いていただいたんですけど、愛さん、イニシャルですね、愛さんという総代さんと一緒に住職修習いたんです。でその方はちょっと会社をやってみて社長さんでしたので、すごい忙しくてですね、なかなかその日程を合わすのがすごく大変で、で2泊3日、ね、社長さんに出かけてもらわないかもんですから、なかなか日程をこうすり合わすのが大変で、でその たまたま5月の26、27、28ならいいですよってことでね、で申請していたんです。それで私がその愛さんを朝迎えに行って、で三河安城まで車で行って、で三河安城に車を置いて、小玉に乗って、京都の東本願寺まで一緒に行ったということなんですけど、その時にね、新幹線の中でですね、その愛さんとお話をさせてもらったんですけど、もうそのことが忘れられない自分の中ではやり取りになっていまして、こうやって言われたんです、愛さんに。あんたは、どんな住職になりたいんですか？こう聞かれたんです。いきなりもう直球ストレートですよね。で、あんまりそんなことね、考え、どんな住職になりたいかとか、そんなこと難しいこと考えて、とにかく住職、就職行かないと住職になれないし、もうそろそろね、母親が亡くなっちゃってますし、
うちの前住職も変わりたい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 ってずっと言ってましたので、まあ、そろそろということで帰宅をして、住職収集に行くことになったので、あんまりそんな自分が住職になってどうしたいかとかこうしたいとかそういうことはあんまり考えていなかったんですよ。でそこに突然まあその総代さん愛さんにしてみれば、自分が社長で忙しいのに安静さんのために、まあ、一応この時間を作って、ね、まあ、行きたくなくてもね、一緒に行かないと住職になれないですから、共にの世界ですからね、住職になる人は勝手にいて勉強してきて住職やってくださいじゃないんですよ。もう総代さんも一緒に行くの、もう嫌でも一緒に行っていただかなきゃいけないんですけど、それで一緒に行ってくださるにあたって、じゃあお前は一体どういう住職になりたいんだってことを気になってたんですよね。せっかくわしがついてくるんだからどういう住職になりたいのか聞きたかったと思うんですよ。で行きのこの小玉の、ね、新幹線の中でもう2人で座ってね、でいきなりそのあんたはどんな住職になるんだって聞かれてですね、ちょっとどうしようかなと思っても一生懸命頭の中で考えて、ポッとこう言った言葉がですね、まあ、私はその門徒さん の, 一つ一つの仏事を丁寧に、心を込めて務める、そういう住職になりたいですという、まあ、話をしたんです。まあ、あまり難しいことを考えてなかったんで、まあ、今自分ができる範囲のことで答えたというか、そういうふうに答えたんですね。で、門徒さんの、まあ、一つ一つの仏事を、まあ、丁寧にお勧めしたいと思いますという話をしたら、そしたら愛さんが、ああそれは大事なことだね、いいねというふうに言ってくださったんですよ。それでまあ私も聞かれたもんですから、じゃあ今度は聞き返しましょうということで、で今度愛さんに、あなたは総代として私が住職になった時にどういうお寺にしたいと思いますかということを、今度私の方からこの愛さんに聞いたんです。愛さんもそういうこと聞かれると思ってなかったみたいで、考えてですね、やっぱりこういろんな人がお寺に気楽に集えるような、そういうそのお寺にしてほしいなってことをおっしゃったんです。ちょっと安全寺院に乗ってお茶でも飲んでごまかっていうふうに気楽にお寺に集える、そういう場にしたいなっていう、そういうやり取りをして、で住職収集にいたってことをね、ちょっと思い出したんです。ですごくその自分の中では忘れられないその愛さんとのやり取りなんです。で愛さんは2010年に一緒に住職収集行って、4年後の2014年に突然その病気でお風呂で倒れて亡くなってしまわれたんですね。で、もう亡くなって9年ですか、9年になりますけど、そのことはずっと忘れられないですね。それでその仏事を務めるっていうこと、ただ進めるんじゃなくて我が身にいただく、仏様の教えをいただいていく場であるってことをやっぱり大事にしていきたいなってことを思うわけなんです。これ階級点ずつですよね、はい、もうちょっとお話したら休憩します。で愛さんがね、その一緒に本山に2泊3日間研修受けに行くので、でせっかくだから帰郷式を受けて法名をいただきたいということを言ってくださったので、で事前にその今申請をして、住職選定法名って言って、住職が、その時私住職なので前の住職に相談して本山に申請するわけなんですけど、帰郷式を受ける人と相談をして法名を申請することができるわけなんですけど、3つぐらいちょっと考えさせていただいて、でその愛さんにこういう法名いかがでしょうかで、愛さんのお名前に入った一字入れて、で3つぐらいその法名を考えて、で、愛さんにどれがどんな本がいいですかってことをちょっと選んでもらって、でこれがいいっておっしゃったのを申請して、その2泊3日間の研修のうちに愛さんはお本山で
あのお神様を受けて、あの法名をいただいたんです。法名、南無阿弥陀仏に生きるもののなってきますね。法名、戒名って言わないですね、浄土真宗はね。あの戒律を守るわけじゃありませんので、南無阿弥陀仏に生きるもの。で、必ずこの釈と字がつくね。まあ、こう釈迦諸仏の御弟子っていう、お釈迦様諸仏の御弟子っていう意味で、皆釈と字がつくんですね。で、愛さんの方のは、釈、釈僧正っていう、こういう本3つぐらい考えて、まあ、この一字がですね、お名前の中にあるものですから、あのそれでこの字を入れて、これ胸、ね、で要っていう同じ意味ですね、さっき書いたね、こういうもの釈僧正、いい本名だなと思ってね、おります。だって浄土胸とするという本名ですよ、浄土真宗ですよね、浄土を胸として生きようという、そういうお名前なんですよね。すごいいい本名だなと思いますね。あの皆さん、あのちなみにおかみそれを受けられた方になります、この中でまだですか、あこれからですか、これからですね。あの生前にね、あのやっぱりご縁があったら、あの先ほどのね、三経仏法僧仏法僧三家に帰依しますということで、仏弟子、仏様のね、お教えを聞いて生きてまいります、生前に受けていただくとね、いいかなというふうに思います。あのこれもね、ちょっと今思い出したんですけど、あの去年の11月にね、あのうちの御本さんで御本山に納骨をしたいという方がありまして、それで御縁さん一緒についててくれという人がありまして、日曜日だったらね、どうしようかなと思ったんですけど、まあ、一応日程を調整して、せっかく声をかけていただいたので、去年の11月の初めの日曜日に、あのその方と一緒に、あのね、納骨をしに本山に行って、ね、その方の大切な奥様の納骨をね、本山にお集めしてきたんですけど、あの参拝接待所っていうところがあるんですよ、その受付のそういうお部屋、参拝接待所。で、参拝接待所っていうところが、あの御影堂っていう、あの親鸞聖人が増しますあの大きい、ね、お堂に移動していくところに、あの高廊下、まあ、作り合い廊下と言いますけど、高い方廊下が、どうってことありますかね、皆さん、廊下があって、そこにこうたくさんこう宝庫がね、書いてある、あの廊下にずっといろんな宝庫が並んで書いてあるところがあるんです。あご存知ですよね、はい、でその中にね、いくつかこう歩きながら、あの方法を見ておりましたら、あって思う、 こう方法があってですね、その法名ということにちょっと関係したあの言葉なんです。大体あの法名って皆さんどうですか、亡くなったからつけてもらうってね、うなずいておられますけど、なんか亡くなってからお寺さんにつけたような印象がありますよね。どうですか。そうですよね。生前に受けるという中で、どうですか。あまりそんな、まだ早いと思いますかね。はい、早いという感じなんですけど、そうですね。正直なとこかもしれませんね。いやでもこれ、あの仏様の教えをいただいて、ね、人生を尊く生きていくっていう意味で、生前にね、あの法名というのはいただくものなんです。あのそれはちょっと覚えておいてください。浄土真宗は生前に
あの本能じゃなくて大事なことなんですが、その本能がまだ私を歩ませてくださるということがあってですね、あのぜひ生前にまたご縁がありましたら受けていただくといいかなと思います。どういう言葉だったかと言いますと、その方法の言葉ね、あのこういうね方法だったわけ。なかなかちょっとわかっとしちゃってね、スマホでパシャッと撮ってね、あの、まあ、便利ですね。あのいちいちメモ帳に書かなくてもスマホでパシャッと撮ってて、帰ってきてからゆっくりね、こうやって拡大してね、あの書けばいいんですからね。で、ちょっと撮ってきたんですけど、こういうことだな。光明とは、死者というよりも仏様の教えを聞いていく、文法の魂です。で、この言葉をおっしゃってくださった方は二階堂こういうふうにね、あの書いてありました、法能とは死者というよりも仏様の教えを聞いていく文法の魂です。二階堂ゆき君、こういうふうに書いてあってちょっとハッとさせられたあのわけなんですけど、本名というのがですね、亡くなった方の名前というよりもそのことがですね、仏様の教えを聞いていく文法の魂です。これ英語でちょっとあの外国の方にもね、あの分かるようにということで、あの、確か英語と、韓国語と、中国語だったかな、なんかこう3カ国か4カ国の言葉がね、あのこう書いてあるんですけど、英語でね、スピリッツって書いてありましたから、まあ、精神って言ってもいいんですけど、まあ、教えを聞いていく精神、本能で。だから大事なんですね。で、その愛さんは、釈宗成っていう本能を、まあ、私が住職になるときに、一緒に本山で、受けられて、仏弟子としての出発を、ね、された。で、私はまあ住職としての出発をしたということなんですけど、まあ、そういうことでちょっと忘れられないあのことなんです。あのよくね、お茶 の, あの法話の時に私短いあのお話をさせていただくんですけど、その時にね、必ずその法名をの話をさせていただくんです。で、まあ、亡くなってからあのつけさせていただくことが多いんですけども、枕業の前にあのお髪すりをさせていただいて、で、まあ、あのお家の方と相談して、あの亡くなられた生前の、ね、俗名のお名前を一時いただいて、もう一時はあのお経様からいただいて、あの本名をつけさせていただきますねということで、亡くなってからつける場合、必ずそのお通夜の席でどうしてこういう本名をつけさせていただいたのかっていう話をさせていただくんです。そうするとやっぱりお家の方も親しみが起きますね。大切な方のお名前が一時入って、でその仏様の教えをいただいていく、まあ、私は道しるべ、あの道しるべだっていうことをちょっとあのお世話の席では言うんですけど、まあ、そのことをご縁にして、あの亡くなった方につけた名前なんだけど、その
大切な方の法名をご縁にして、この私がその生身だ仏の教えをいただいていく、そういうご縁にしていく、そういうことが大事だと思うんですね。だからあの皆さん今日大切な方のね、お参りされたんですけど、法名ってご存知ですよね。大切な方の法名ってどうですかね。その法名っていうのを、ね、読んでっていうか聞いてっていうか、あんまりピンとこないですか。例えばお経様の中のどういう言葉からいただいたとか、どういう願いがあるとか、そういうことをね、ぜひご縁さんにね、あのここに見ますんで聞かれるといいと思うんですよ。そうするとね、どういうところからあのね、本をいただいて、自分に何が願われているか、すべて仏様のこれ願いが表されている名前ですからね。そういったこともね、も大事なことだと思うんですね。じゃあちょっと時間になりましたので休憩させていただいて、もうしばらくお話をさせていただきます。はい、それではもうしばらくあのお話をさせていただきます。よろしくお願いします。今年はですね、宗祖親鸞上人のご誕生850年、立教大衆 800年という共産法要として、喜び、褒め、奉る法要をお迎えして、この3月、4月にご本山で、共産法要がお住まいになりましたね。皆さん、あのお参りされてましたかね。でその共産法要もやはり先ほどの仏事をいただくっていうことで言いますと、その親鸞上人がお前の850年立教改修教行信証を、ね、お書きになられて800年という大切な年にね、あの仏事をいただくっていう意味で、その共産テーマですね、その法要をどういうふうにこう私たちが、現代を生きる私たちがいただいていくのかということで、共産テーマというのがありますね。皆さんご存知ですか。知らないですね。南無阿弥陀仏、人と生まれたことの意味を尋ねていこう。これがあの親鸞上人ご誕生850年、立教改修800年の法要の共産テーマ。共産の共はこの喜ぶという三は褒め立てまつる。これで共産と言います。ちょっとこのテーマ一緒に読んでいただいていいですか。三、はい。南無阿弥陀仏、人と生まれたことの意味を尋ねていこう。このテーマをやっぱりこう我が身にこうどういうことなんだろうかなということをやっぱりいただいていくってことがね、共産テーマを。仏事をいただくということだと思う。我が身にこの、いただいている、ね、大事なことだと思うんですね。あの確か去年の法恩公の時にもちょっとこの話をさせてもらったんですね。あの50年前に親鸞上人ご誕生800年立教改修750年、50年前ね、昭和48年に務まった時のスローガンが、生まれた意義と生きる喜びを見つけようという、そういうスローガンだったそうなんですね。で皆さんも聞いたことあると思うんですけど、長い間その東本願寺にお参りに来ますと、その、ね、壁のところにそのテーマが書けてありました。生まれた日と
生きる喜びを見つけようって、そういう大切なテーマがあって、で今回その立教改宗、御誕生850年立教改宗800年の共産法要を迎えるにあたって、そのスローガンを大切にしつつ、ね、今生きる私たちが親鸞聖人の見教えに出会った、そういうテーマにしたいということで、そのテーマを選定する委員会の皆さんが本当にこう議論を重ねてですね、出してくださったテーマなんです。でこの南無阿弥陀仏、お念仏から始まってるってことがすごくこう大事なテーマだなってことを思うんですね。前回の時にも少しお話しさせてもらったと思うんですけど、どうしてこういうテーマが出てきたかってことが私もすごく気になるタイプなもんですから、東京教区っていうところでこの共産法要の意義を学ぶ研修会っていうのがあってですね、でインターネットで配信されてるんですね、その研修会の模様が。でそれを見させていただいたら、そのどうしてこのテーマが生まれてきたかっていうことの話をしてくれる方がありまして、で50年前にこの生まれた意義と生きる喜びを見つけようっていう時にも関わっておられた委員さんが、今回も50年経ってやっぱり同じテーマを考える委員会に入っておられる委員さんが見えるそうなんです。50年経ってもね。でその方が内省を込めて、自分はこの生まれた意義と生きる喜びを見つけようというスローガンを大切にして生きてきたけれども、お念仏とともにこのスローガンをいただいてきたであろうかっていう、そういうことをこうポロッと語ったそうなんです。でそういうところから南無阿弥陀仏っていうお念仏をいただくっていうところから、人と生まれたことの意味を尋ねていこうという、こういうテーマになっていることをお話しいただいて、いいテーマだなっていうことを思ってるんです。それでその話は少し法恩公の時もさせてもらったんですけど、それからまたしばらく時間が経ちまして、繰り返し繰り返しこのテーマを私らに味わっていて、ちょっとこうハッと思ったのはですね、この人と生まれたことの意味を尋ねていこうという、このことっていう、人と生まれたこと、これことってひらがなで書いてるんですけど、これ漢字で書くと人と生まれたことですから、人と生まれたと生まれた事実、この事実、人と生まれた事実、皆さんもね、お父さんお母さんを応援してここに人として生まれて、まあ、ここに座ってねいるわけです。人と生まれた事実、人間に生まれさせてもらったっていうことは、これはもう必ず老いていくのを生きている、そうですね。そして必ず病んでいくのを生きている、そして必ず死していくのを生きている。これはね、お釈迦様のお説法ですね。生老病死、生老病死する身を生きている、これが人と生まれた事実です。そうですね。でも私たちの生きている思いっていうのは、これ好きですか、好きとか嫌いという話じゃないかもしれませんけど、まあ、自分の思いから言ったら
ちょっと嫌ですよね。いつまでも枠食べたいですね。そうですね、皆さんうなずいておられますね。枠食べたい。で、欲は嫌ですよね。好きでなる人はいませんからね。いつまでも健やかで食べたい。死ぬのは嫌ですよね。いつまでも生きていたい、こう思うわけです。で、こちらは好みの事実です。好みの、でこちらは私の思い、そうですね。この私の思い、いつまでも若くありたい、健やかでありたい、いつまでも生きていたい、この私の思いとこの身の事実、必ず老いていく身であり、病んでいく身であり、死していく身であるという、この事実、思いと事実の間にこれギャップがありますね。このギャップのことを苦という。苦、一切は苦である。これはお釈迦様のお悟りの内容ですね。で、この苦というのはインドのお釈迦様の国のサンスクリットの言葉で、ドゥフカっていうそうなんですけど、言語がね、お釈迦様の国の言葉でドゥフカっていうそうなんですけど、意味はですね、意のままにならない、つまり思い通りにならないという、そのことがこの苦という意味の元だそうです。ですから私たちはいつも今でも若くありたいと思うんだけど、身は老いていく、健やかでありたいと思うけど病んでいく、で生きていたいと思うけど死していくんである、こういうことですね。で、この苦をから解放されるっていうのが仏様の教えなんですね。南無阿弥陀仏という阿弥陀様の呼び声ですね。南無阿弥陀仏の阿弥陀様の呼び声の中で、人と生まれたこの事実、この意味ですね、本当に人間に生まれさせてもらってよかった、虚しくない人生を賜った、私が私であってよかった、そういうあなたであってほしい、みんなともに阿弥陀様の浄土に生まれていく、そういうあなたであってほしい、そういう阿弥陀様の願いですね、願いの呼び声の中で、人と生まれたこの事実を受け止めて、そして人間に生まれさせていただいた意味を尋ねていきましょう、こういうテーマですね。このね、去年の法王の時は穴満な仏で始まるいいテーマだなっていう、そこまで、ね、ちょっと終わってたんですけど、その半年の間にこのことっていう字が、この事実、生まれた事実、この身の事実のところにこの南無阿弥陀仏の呼び声が響いている、届いている、
阿弥陀様の知恵の念仏が好みの事実のところに届いているんだ、そういうふうにいただいていくと、またこの仏術としてね、共産法要のこのテーマがこういただけるんじゃないかなって私自身思ってるんですけど、何年か前にね、私のところの門徒さんでね、まあ、おばあちゃんが一人住まいのお家があって、そこのちょっと後さんが若くして亡くなってしまわれたので、年に1回正月年一にお邪魔してきたんです。で、何年かお参りに行ってて、ある時にですね、お仏間があってですね、で隣の部屋が今になっていて、その横にちょっとこうテレビを置いてある部屋があって、そこの、今とそのテレビの置いてある部屋の間にこのガラス戸がありまして、そのガラス戸になんかこう紙が貼ってあるんですよ。で、仏間でちょっとこうお参りする支度をしながらパッとそのガラス戸を見たら、なんか紙が貼ってあるので、こう見てたら、なんかこう方々みたいな言葉がなんか書いてあったんですよ。それで、あれおばあちゃんあれ何ですかって言ったら、どこやらのお寺にお参りに行ってもらってきたんやっておっしゃったので、ちょっと見せてもらっていいですかって見に行ったら、ちょっと面白いことが書いてあったんで、当時はスマホはなかったので、手帳を持っててこうやって書いてきたんですけど、どういうことが分かるんだったかというとね、老いてこそ、老いてこそ人生という、そういう言葉が書いてあって、老いるの嫌ですからね。そうでしょう、ね、だから老いてこそ人生とか老いる。最後はですね、仏様に任せて、仏様に任せて、これだけの言葉なんですけど、ちょっと一緒に読んでいただいていいですか。老いてこそ人生、丁寧に生きる、ゆっくり生きる、柔らかく生きる、ホットケースの方に任せる。いいでしょう。で、なんかいいですねって言って、どこのお寺さんでいただかれたんですけど、ちょっと覚えてないとおっしゃいますしどなたの言葉で使ってきても覚えてないとおっしゃいますし、わからないんですけども、ただそのホットケース様に任せてっていう言葉がね、いいなと思って。で、この老いてこそですかね、必ず老いていくわけですから、そのことを受け止めてですね、老いていく身を、いただいた身を丁寧に生き、そしてゆっくり生き、柔らかく生き、そして仏様に任せる。私の父親も85歳になりますけどね、この場合最後一歩先輩ですかね、同じぐらいだったんですけど、なかなか頑固になりましたね。柔らかくっていうのが自分も人のことは言えないですけど、やっぱりこう柔らかく生きるっていうのがね、
丁寧に生きる、ゆっくり生きる、柔らかく生きる。で、これをですね、入れ替えていくんですね。例えば、病気になることもありますよね。人間生きていれば、そういう病の身の中にありながらいただいた命を丁寧に生きる、ゆっくり生きる、柔らかく生きる。人の話を聞いて自分が自分がって言わずにですね、柔らかく生きる。そして仏様に向かって、生阿弥陀仏の働きの中で、これをまた入れ替える。今度はこれですね。死してこそ人生ってちょっと変な言葉ですけど、まあ、こういう死ってことを入れてもですね、死していく身だからこそ今を丁寧に生きる、死していく身だからこそ今をゆっくり生きる、死していく身だからこそ今を柔らかく生きる、仏様に任せて。で、これが南無阿弥陀仏、人と生まれたこと、老病死するこの身の事実の真っ只中にですね、阿弥陀様のこの、 お念仏が働いている仏様に任せていただいた命を尊く生きて、まあそういうあの風に入れ替えて味わっていくことができる、あの素敵な言葉だと思うんです。それで、あの私のところのご門徒さんで、やっぱり病気になってね、なかなか治りにくい病気で、あの苦しんでいる方が見えまして、まあ、そういうところにお見舞いに行くときにちょっとお花を持っていたりすることがあるんですけど、その時にちょっと色紙に下手くそな字なんですけど、この言葉を書いてお見舞いに持っていったりして、すごくこの味わっていただけるんですね、この言葉はね。やっぱり病気になって、その病の身を生きながら丁寧にゆっくり柔らかく仏様に任せて生きていく、すごく大事にしかさるこの言葉なんです。で、今日は仏事をいただくっていうことでお話をさせていただきましたけど、共産テーマのね、この南無阿弥陀仏、人と生まれたことの意味を尋ねていこうという、このテーマはね、すごくこう大事なテーマになってます。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏の働きの中を、この身の事実を尽くして生きていく、まあ、そういったことをね、味わっていけれる素敵なテーマじゃないかなってことを思うわけです。ちょうどお昼になりましたので、今日はこれで終わらせていただきます。どうも熱心にですね、お暑い中をですね、ご弔問いただきましてありがとうございました。